これだな。はい、どうも皆さんこんにちは、ラテでございます。もうね、昼ご飯でもちょっとめんどくさいし、なんかいつもなんか冷蔵庫見たらね、中華麺がちょっともう賞味期限がやばいと思う。もう迫ってるっていうか、もう過ぎた1日ぐらいだから、ちょっとこれをもったいないからしてるの。これ使ってそばね、そば飯を作っていきたいと思います。じゃあやっていきます。超簡単。それではご飯ね、冷凍してる人は解凍して、しない人はそのまんま使います。でもこのご飯はちょっと置いといて、まず麺ね、さすがに切れんから切れたわ。じゃあこの麺、普通に細かめに切っていきます。切ります。よし、それじゃあどんどんやっていきましょう。ちょっと入れすぎた油。じゃあご飯を入れます。こういう時は木べらかな。そしたら麺も入れちゃいます。あー、こぼれた。あー、やだ、コンロ汚れた。よし、だってこれやばいかも。そしたらここに、まあ、焼きそばソースでもお好みソースでも何でもいいですわ。かけます。飲もうかな。そしたら切れてね、これ。あー、なんかボケてんな。まあちょっとね、切っておいたおネギですね、を入れます。こんなもんかな。申し訳ない。それじゃあ塩コショウ入れます。ソース全然だな、こんだけやってもいい。よし、これで完成だな。こんなんで完成。まあ正直そこまでパラパラはしないけど、まあそこまでソース加えたから、まあそれはしゃあないと思ってる。思わせて、技術の問題かもしれないから。それじゃあこれで完成です。